八ワンダイバーは、柴田翼猿による日本の漫画作品。週刊ヤングジャンプ2006年41号から2014年33号まで、連載された将棋アクション漫画。元奨励会の青年、姿が、秋葉の受けしに導かれて真剣師との戦いを繰り広げていく。宝島社、この漫画がすごい。2008年版男編1位作品。 2008年にテレビドラマ化された。主人公の姿健太郎はかつてプロ騎士を目指していたが、挫折し、今では賭け将棋で日銭を書きつつ万全とした日々を送っていた。勝負に勝ちすぎ対局を避けられるようになった姿は、ある日秋葉原の凄腕騎士の噂を聞く。秋葉原に赴いた姿は、自信満々でメガネの女真剣士、秋葉野受け師に勝負を挑むが、 でも足も出ずに乾杯を喫する。プライドをズタズタにされ、その悔しさから久々に、将棋への情熱を取り戻す姿。しかし自堕落な生活で、部屋は荒れ放題。片付けのために清掃会社に派遣サービスを依頼するが、現れたのはなぜかメイド。しかも、姿を、ご主人様と呼ぶそのメイドこそ彼のプライドを打ち砕いた、長本人、秋葉の受けしだった。 2008年5月3日から7月19日まで、フジテレビ系列の土曜ドラマで、毎週の23時10分23時55分に放送された。ただし、6月7日は土曜プレミアム枠のザウチョウテンホテルが放送されたため休止。溝端淳平は、ドラマ初主演、サンドウィッチマンと木下幸奈は、役者デビュー作となった。原作は、主人公が、 真剣士の道を極めるストーリーだが、真剣は賭博であり、刑法の賭博及び富くじに関する罪に抵触することから、ドラマ化にあたり、内容が変更され、マムシとの対局の際、警察のがサイレで、主人公が逮捕されたことからソヨに、本物の真剣士が賭けるのは、お金ではないと言われ、ソヨの勧めにより金をかけない勝負を重ね、 最終的には再びプロ騎士への道を目指す物語となっている。ドラマ版には女優を目指す、主人公の幼なじみや、戦って以来主人公を気にかける真剣士などのオリジナルキャラクターが登場する。また、主要キャラクターの設定なども一部違いがある。終盤ではなぜかダイブをしなくなった。番組の最後には毎回出演者の誰かが微笑むようになっている。 自らもアマチュア有段者の俳優、鶴野武氏がプロ騎士役でゲスト出演しており、主人公との一分切れ負け将棋をノーカット撮影で演じている。レギュラー順、レギュラーゲスト2009年3月24日に Wii、Wear、81 Diver Wii、3月26日に、Nintendo DS 用ソフト、81ダイバー DS、9月17日には、 プレイステーション2用ソフトハチワンダイバーが発売された。開発はいずれもシルバースタージャパン。キャラクター原画は柴田よくさる描き下ろし。e g モードは将棋ゲーム史上最弱を自称している。2017年1月に c r ワンダイバーが全国に導入された。奨励会規定により、満26歳の誕生日を迎える3段リーグ終了までに4段に、 商談できなかったものは原則として大会となる。かなり成功に作られており、端末おまけで左腕で物を持ち上げていたりと、義手とは思えないような高い性能を持つ。現実の新石田流は、本作の将棋監修担当である鈴木大輔が考案した戦法。ジェロモとは、筋肉マンに登場するキャラクターで、超人に憧れ、超人のふりをしている、ただの人間である。 つまり、鬼紹介の他のメンバーは超人だが、マムシは、超人ではないただの人間だという意味の別称であった。現実の新鬼殺しは、衛生規制である、米長国夫が考案した戦法を。現実の機会において、中学生で4段になったのは、連載開始時で加藤ひ文、谷川浩二、羽生義晴、渡辺明の4人で、いずれも、複数のタイトル奇数を持つ名、名騎士。 現実の世界では、瀬川昌二に代表される26歳までに4段に、昇段できず大会するも、その後アマチュアからのし上がりプロ騎士になった者もいる18年、前に、東西の天才騎士が対局した真剣勝負。関東代表として、プロ入りを控えた霧島が選出され、関西最強の騎士と対戦した。以下の出典は、集英社ブックナビ内のページ。 書誌情報の発売日の出展としている。ありがとうございます。